場、6位との勝ち点差を縮めるために勝ち点3を取りたいところです。田村のシュート決めた、今シーズン初ゴール、田村、途中出場の田村が決めました。後半の45分になろうというところ、素晴らしいシュートですね。思い切りのいいシュートでした、距離も結構あったと思うんですけどね、非常にこう抑えた強いシュート、ナイスシュートですね、俺が決めたんだとユニフォームの背番号をサポーターにアピール。トゥーリオが本当体をつく使って潰れたんですよね、素晴らしいシュートが決まりました。1対0。